うなぎのお夜食事情、極彩色にかける歌舞伎もの、うなぎさやかです。次は後楽園ホール駅、後楽園ホール駅見て、あ、違う、東京ドームシティ線だった。かわいい。本日2回目の出勤になります。今日何するのか分かってないんですけど、この電車で待ち合わせしてます。じゃん。こんにちは。今日はうなぎさんにギャラリーアーモというギャラリーで働いてもらいます。ギャラリーアーモ、ギャラリーアーモ出勤。ここがギャラリーアーモ、プラレール店の会場。おー、プラレール店。そしてプラレール店の担当の酒井さんです。酒井さん、うなぎさやかです。酒井です、よろしくお願いします。今日は一生懸命身を粉にして働きたいと思います。ありがとうございま す。よろしくお願いします。ギャラリーアーモ駅に到着しました。でここが駅の改札という想定の入り口になってます。かわいい。こちら比較的の新作の商品が並んでいるコーナーになります。こちら新作でございます。見てください、この青と水色と白の爽やかな海と鉄橋シリーズです。これめっちゃ可愛い。食べっ子もある。これは欲しい。多分今日あれだね、バイト代よりもお金使っちゃうやつだね今日ね。大変。うおー、すげー。でこちらがあの福井県が新幹線開通に伴って、あの福井から鶴見駅まで、あのジオラマになって、すごい、プラレールも走ってます。すごい。敦賀まで新幹線が伸びましたので、へえ、はい、なので福井なので恐竜もいますね。思った、恐竜いる。恐竜店あるからね。こんなんなんだ、すごい。こちらがですね、東京ドームシティ線ということなので、今回オリジナルで色をカスタマイズして TDC ストリームという車両を作っていただきました。すごい。うちの家の前から出てたらいいのにね、この電車ね。家の前からこの東京ドームシティ線が走ってたら、うなはきっと寝坊もしないし、直通で来れる。これが東京ドームタワーになってまして、上にガラスがついてるので無限に見えるっていう形になります。うわ、本当だ。これは山手線だ。すごい、こんなにいっぱい電車あるんだ。これは有志の皆様からお借りしたコレクションなんですけれども、かなり貴重なものがたくさん並んでます。もうロゴを見ていただくと、本当だ、宝トミーじゃなくてトミーの時代から。かわいい。これ遊園地セット、どれが一番貴重なんですか？何とも言えないんですけど、この辺りのものはだいぶ貴重みたいです。じゃあ今日これ全部持って帰ろう。うわ、こちらが東京ドームをジオラマにしていただいたものです。すごい。あの中に入っていただいて、プラレールが走ってる様子を中から見ることもできます。すごい、すごい、東京ドーム、すごい。展示の内容もたくさん見ていただいたので、この後のお仕事も頑張っていただけそうですね。はい。では今日のお仕事は、この会場の中で走っているプラレールの電池の交換を一つしていただきます。おお。で次に、物販エリアがあるんですけれども、はい、あちらの商品の品出しをお願いいたします。品出し、はい、はい、お願いします。バイトっぽい。はい。で今日はこちらのギャラリーアームの制服を着ていただいて作業していただきますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。あ、着替えてきます。はい、お願いします。と見てください、この黒黒、一番ウナが着ない色に変身しました。今日はしっかりアルバイトしていきたいと思います。頑張るぞ。今日はこちらのプラレールの電池交換の作業をまずやっていただきたいと思います。よろしくお願いします。 あそこでいっぱい走ってたやつの、はい、そうです、元気なくなってきて、はい、あ、なるほど、それも仕事なんだ。そうなんです。
やったことない車両。カバーみたいに外れるはずなんです。あ、外れました。え、これ子供に見せられないんじゃないですか。はい、で、あ、ちょっと動かしちゃう。え、これでお金になる。楽しい。こちらお願いしていいですか。すごい待って、めっちゃあるぞこれ。ねえ、この人全然手助けにならないんだけど。大丈夫？あんた普段何やってんのよ。ちゃんと本当に仕事してんの？そう、あんまり YouTube にちょっと思わない。しまった？勝負？じゃあ終わるまで勝負しましょうか。はい。ちょっと違った。ちょっと待って、ぶっ壊しそう。あのレスラーパワー使っちゃいそう。優しくお願いします。意外となんか難しいかも。え、マジでバキってやりそうで怖い。なんかでも三井さんの動きが変わりました。え、ちょっと待って、絶対負けない。勝負とかなったら絶対負けたくない。やってないですか。いや、絶対うま負けない。え、でも絶対ウナの方が早い。なんか面白い話してくださ振りが雑。面白い話してください。やばい。あ、待って、阪急電車はウナがやりたかった。阪急電車はウナがやりたい。これウナが高校生の時に毎日乗ってた電車なんですよ。これねえ。これホテル山の手。なんでホテル山の手なの。これね、あの本当に朝帰りするじゃないですか。そしたらもう多分みんな睡魔限界でしょ。本線の方乗って山梨は行ったこと何回もあるんで、あのこいつはずっとぐるぐる回ってくれるから、で喋ってこう起きて、あ今高田の場だからまだ一周半だみたいな、そういう何度も宿泊したことある。家に帰るまで6時間かかったことあるから、ちょっとした遠征ですね。もうこれも非常に多分あの乗車時間でいうとナンバーワンだと思います。私ホテル山の手。え、こいつもいる。これなんだろう。これあれ、持った電車のエピソード言わないといけないやつだから、もう今から。これはね、これ成田エクスプレスだ。よだれ出た。これ成田エクスプレスだから、これウナが海外遠征行くとき必ず乗るやつ。ほら、これなんか金太郎飴好きなんですよ。絶対違う。岡山、え、どこ、金太郎ってどこだっけ。金太郎はどこの電車だろう。じゃーん、最後の車両がありました。これを持って展示場の方に行っていただいて。え、どこを走らせてもいいんですか、これ。元気のないものと交換していただいて。はい、じゃあ早速ですけど東京ドーム の車両からチェックしていただいて、はい、車両チェックいただきます。はい、お願いします。車両チェック。あ、こいつ遅い。でも遠い。あっち側行ってる。あ、帰ってくる。ほら、止まりなさい。止まりなさい。君は新しい電池に変えます。すごい、なんかうなぎ捕まえてるみたいな気持ちになってきて。どれにしよう。すごい、初めて線路に乗せた。できた？出発。早い。よし、はい、どれにしよう。やっぱホテル山の手かな。出発。
早い。阪急電車走らせたい。よし、出発。じゃあ次ジオラマの方行きましょうか。はい、行きます。スタート。早くなった。いや、これはすごいね。このジオラマはマジで作りたい。次はジオラマを作りたい。では続きまして、こちらの物販エリアの品出しの方をお願いしたいと思います。品出し、はい。じゃあこちらにストックルームありますので、ストックからお願いします。多分でこれトーマス、はい、はあそこですね。あちらです。え、これ欲しい。トーマス、あ、これだ、はい、エドワードですね。エドワード、あとゴードン。ちょっと待って、マジこれから探すの大変。ゴードンでしょ。そしてジェームズ、パーシー、デールヒロ、新キャラだ。いや、私ぶっちゃけ隅っこ暮らしのやつを、めいっこちゃんがめっちゃ好きで、隅っこ暮らし今日買おうと思ってたんですけど、ない。隅っこ売り切れてる。うなぎさん、どうでしたか。楽しかったです、めっちゃ。お気に入りの展示プラレールは見つかりましたか。お気に入りのプラレール、なんか名前は分かんないけど、パンダの形したやつがいて、あ、可愛かった。可愛かった。いますか、お気に入りの電車。お気に入りはホテルの車両、良かった。ホテル山手もうそれのせいで、それしか思ホテル山手、いや、それしか嘘です。でもすごい良かったですね。お疲れ様でした。ありがとうございました。まあ、今日2回目のアルバイトだったんですけど、まあ、三井ギャンはひつまぶしというか古文として、私がしっかりと使っていきたいと思います。もっとアルバイト持ってこい東